山口敏太郎です。マックの CM をやってますね。マクドがですね、クラブハウスバーガー、これビーフを買ってきたんですが、まずとりあえずマックはまずいという、なんて言うんでしょうね、通常の概念を覆すための秘密兵器ということですね。 でしかもですね、感想をスクラッチカードで表現して、ツイッターとかフェイスブックとかで言ってくれると。ツイッターかな？ツイッターで言ってくれるということだそうですね。まあ、これ下手したら一つ二つって人も出てくるかもしれないんですけど、なかなか、自信があるなといった印象です。ちょっとこれ、クラブハウスバーガー、ちょっとガブってきてみます。見た感じはこんな感じですね。ごく普通のハンバーガーに見えますが、どれぐらいなんでしょう。もうバンズから味が違うのかなって期待してるんですが。確かに今までのマクドナルドの中では美味しい部類です。これお肉の肉厚も違いますよね。食べ応えがあります。それでいって野菜もシャキシャキしてますし、ベーコンもしっかりしてますよ。それでこのタレがね、あんまりきつくなく、かといって薄味でもなく、ちょうどいい感じです。バンズも今までと違うような気がしますね。ちょっと改良したんでしょうか。もう1年ぶりぐらいのマックなんですが、まあ悪くはないですね。かといって5つ星かなっていうとそうでもないし、3つ星ぐらいを上げてもいいのかなといった印象でしょうかね。